チケットを人にしてもらうっていうことが、とりあえず別にそのレベルじゃなくてもいいから、自分で意思決定をしてやることがやりたいなって。で、やっぱり企業が変わらないとできないことって、やっぱりこの企業を変えるっていうことが、インパクトを最大化することだな。ではですね、これから大賀さんのキャリアについて深掘りさせていただければと思います。ちなみに大賀さんはどちらでお生まれになったでしょうか？私は九州の長崎県です。どんな幼少期をお過ごしになったんですか？田舎にいる普通の子。その時からなんかグローバル企業の役員ですとかスタートアップ幹部みたいなイメージってありましたか？全然なかったですね。まあ田舎育ちなので、今でこそいろんな情報が各地方にも興味があってますけど、もうまだ私の幼少期には当然インターネットとかもない時代で、情報格差って結構大きかったなっていうのは思っていて、私の親戚の半分は東京の方にいてですね、彼らがこう帰省で来る時に、まあ、いろんな話を聞いてですね、ちょうど私と一回りぐらい違う、いとこがいて、彼が総合商社で、まあ、三井物産に大学卒業して入って、そういうところからこう話を聞いて、あ、なんか自分の知らない世界があるなっていうのを感じてた。なるほど。学生時代、高校、大学あたりはどういうふうに過ごされるんでしょうか？高校時代は空手とかをやってたんですけれども、その時からですね、もう先ほどのようないとことかの話を聞いていて、大学は東京の方に進学しようっていうのはもうその時からずっと思っていました。高校卒業して大学から東京の方に引っ越していったという形で。大学はどちら？日本国立大学。どんな学生時代でしたか？会計士とかをちょっと考えてた時期もあったんですけれども、そんなに真面目な学生ではなかったので、すぐに会計士とかを資格を取るとか諦めてですね、バイトに勤しんでいまして、ちょうど大学2年生の終わりぐらいからですかね、バーテンダーをやったんですけれども、そこがもともとアメリカの退役軍人がこう集まるような場結構国際的っていうか横浜っていう感じのところでバイトをしていて、そこでこう得られた経験とか今に繋がってるかなみたいなご経験ってありますか？グローバルとかなんとかって意識する前にそういう環境の中にいたので、自然とグローバルなビジネスとかなんかそういうことをやりたいと思ったっていう感じがしますね。オラクルさんに入社されたのは1997年。はい。日本オラクルさんが作られてから間もない。そうですね、当時就職活動の時に私が言っていたのは、自分に3つのスキルをつけたいっていう形で、1つが IT、 2つ目が英語、3つ目が財務と、そこに合うような企業を私は選んでますっていうのを選ばれる側なのにって話なんでした。なんか大前健一さんっぽい。そうなんですね。でそれで後で知ったら、大前健一さんのまさに3つ言ってるのと同じで、大賀さんが自ら考えた結果、大前さんとたまたま一緒だった。たまたま一緒だった、ね、そこがあるちょっとそれはすごいですね。そこの中で基準として設けてる中で皆と思われたのがオラクルさんだった。そうですね、当時日本に来て数年っていう形だったんですけれども、勢いが本当にすごかったですね。ピカピカしてましたね、当時本当に。オラクル入って3年ぐらいですかね、2000年ぐらいには日本オラクルってアメリカオラクルの 100% 子会社ではあるんですけれども、日本で上場したんですよね。で IT バブルの波に乗ってすごいことになってましたね。当時ストックオプションもあったんですか？ストックオプションもありましたね。パナソニックがまだ松下電産っていう時代でしたけれども、松下電産も当時時価総額で抜いて日本で時価総額9位だか8位だか、なんかそんなところに行ってた時代があって、そこからどういうキャリアを経て SAP さんに行かれるんでしょうか？オラクルに入って ERP のコンサルタントとして私はやっていて、実際にお客様のところで導入をやるように携わって、構想策定とかっていうところに携わったりしていて、だんだんこう視点が経営寄りになってですね、その時に日本で上場している日本オラクルの計画に移動して、そこで3カ年の計画を立てたり、単年度の事業計画を立てたり、実際の事業モニタリングをするみたいなことをやって、あ、なんか面白いなって経営に関してそういうことを思いましたと。プラス当時オラクルがですね、キープルソフト、シーベルソフトっていうかなり大きい規模の企業をグローバルで買収して、日本法人もそれなりに大きかったので、日本でのローカルでの統合、それを経営企画の一員として私もやっていて、そこでポストマージャーインテグレーションとかっていう世界
に興味が湧いてですね、コンサルファームにそこから移って PMI をメインとするようなチームに入ってやってました。 PMI ってものすごい大変そうな印象がありますが、あえてそこに飛び込んだんですね。そうですね、やっぱり大変でしたね。違う企業を1個に合わせる、しかもタイムラインが結構こう短い中で、形だけの統合が Day1 で本当の意味で Day2 で統合するみたいなところを、こういうの100日プランとかを書いてやるっていうので、本当に時間がギュッてこう圧縮した中でやると。関わってたプロジェクトもグローバルの、まあ、日本企業が海外企業を買収して、日本、イギリス、アメリカの3拠点で常に連携しなきゃいけないみたいなので、非常にスピーディーにそれをやるっていうので、かなりチャレンジ。いろいろ違いますね。召喚集だったり組織のカルチャーもそうですし、給与とかもそうかもしれませんし、システムも違う。なんかポイントとかってあるんですか？各組織を並べた時に、そこを本当にどういう方針のもとを統合していくのか、基本的にはそこに関してはクライアントがそこに対して冷静な考え方があるので、コンサルタントとして入るところに関してはファシリテートしていくような感じ、プロジェクト全体ですね、それをマネジメントしていくみたいな。そこから SAP さんに移られるところですが、どういった経緯が終わりだったんでしょうか？そのコンサルファームでやってたところで、その前の経営企画、それからコンサルでこうやっていたんですけれども、企業の意思決定レベルでいうとものすごくこう高いレイヤーのところに関与はしているんですけれども、人にこう判断していただくための情報を出していると、何かをやろうとした時にオプション ABC がだんだん意思決定を人にしてもらうっていうことが、とりあえず別にそのレベルじゃなくてもいいから自分で意思決定をしてやることがやりたいなと思って、うん、それで SAP ですね。SAP ではどういった部署でお仕事されてたんですか？最初は例えば先ほどの ERP といったものもシステムではあるんですけれども、実際には企業変革のツールでもあります。こうしたものを導入した時にどういうメリットがあるのかっていうところ、そこをちゃんとクライアントの経営陣に対してご提案をしていくような、そういうチームにいました。システム機能を語るんではなくて、どういうバリューが得られるかっていうバリューをお伝えする、かつ ROI に落としていくっていうところで、そういう舞台にまずは入りました。そこから15年間。15年間ですね、はい、なかなか外資系企業で15年いらっしゃる方って多くはないですよね。 SAP も結構二極化してるかなとは思ったんですけれども、長い方いる方は長くいる、うん、概略に関しては前編の方でお話しいただいてますけれども、最後は常務執行役員チーフトランスフォーメーションオフィサーという形で非常に上のポジションにいらっしゃると思うんですけど、振り返ってみていかにしてこうプロモーションしていけたのかというところ、どういった点が良かったのかとか、心がけていたこととかって何かありますか？やっぱり外資系の企業っていうと、基本的にはグローバル本社で決めたことを日本でいかにやっていくかっていうところが、まあ、基本にはなるんですけれども、じゃあグローバルで決めたことが全て日本に当てはまるかっていうと、やっぱりそこは商習慣の違いとか文化の違いだとかが当然存在すると。そう考えた時に本当にそのままやるんではなくって、それを汲み取った上で日本で効果を発揮するためにどうすればいいかっていうこと、それを常に心がけて、やってました。いろんな新しい取り組みをそれでやってたんですけれども、例えば SAP っていう IT の、企業ではあるんですけれども、建設機械の小松さんと一緒にジョイントベンチャーを日本で作るみたいなことをやっていて、これも本当に日本初の取り組みというか、なかなかグローバル IT 企業でそういうことを日本でやってるとかまずないと思うんですけれども、ランドログっていう会社を一緒に立ち上げたりとか、あとは三菱地所さんと一緒に大手町に競争スペースっていう形で、大企業の新規事業部門とスタートアップがこう入ってくるインスパイアラボっていうのを作ったりとかですね、そういう新しい取り組みっていうのをやってました。これは SAP が単にシステムを提供する企業ではなく、販売する企業ではなく、イノベーションっていうテーマお話をしたんですけれども、日本企業のイノベーションを一緒にやっていくパートナーだっていうことをちゃんと伝えていくために、まあ、そういうことを取り組みとしてやっていた。取り組みってやっぱりグローバル本社の承認は必要になってくる？必要ですね。やっぱり投資を伴うという形になりますので、グローバルの承認を取らなきゃいけなくて、グローバルな承認結構大変なんですよね。大変そうですね。それってどんなメリットがあるの、どれくらいのリターンになるのみたいな話になりそうな予感が、それを理解してくれる人を増やすっていうことで
当然まず日本の中で合意形成当然やらなきゃいけないし、本社の意思決定者に行くまでにいろんな階層があるんですけれども、常にこう巻き込んでいくっていう形で味方を増やす、それで承認を取っていくという。いわゆる日本でいう根回しのようなところって、うん、やっぱり外資企業でも意思決定プロセスを進める上では必須なんでしょうかね。マストだと思いますね。ただ一方で違うのはやっぱり意思決定のスピードとかはやっぱり違うなと思います。外資企業となぜそんなにスピード感が違うのか経営する上で大事だと思うんですけれども、どういった点が主に異なるというふうに思われますか。一つはロール&レスポンシビリティというところがはっきりグローバル企業はしている、日本は知っているようでしていないというところ、それが一つあるかもしれないなと思います。この人は何に対して責任を持つ人なのっていうところが定義されて、とこの役割っていうのは人がどうのこうのじゃなくて、まずこの役割に対してレスポンシビリティが定義されていて、そこに人が入ってるみたいな、そんな感じなので、誰が何を決めるっていうのは明確になっている、そういう設計がされている。なので意思決定をするっていう時に誰が、この案件に関しては最終意思決定者なのかっていうのが分かりやすい状態かなと。そして2023年の1月に現職ブーストテクノロジーさんにご入社されますけれども、グローバル大企業の業務執行役員からスタートアップに行くという大賀さんご自身での環境の変化も大きかったのかなと思いますけれども、どういった経緯でブーストテクノロジーさんに入られてきたんでしょうか。 SAP の最後のあたりは企業のサスティナビリティトランスフォーメーションの支援をしていました。そこで感じてたのはですね、本当にこれは喫緊の課題だなと。気候変動というテーマを取ってみても問題としてこれは完全に具現化されている課題がある。それを解決しようと思った時に市民レベルでできることとやっぱり企業が変わらないとできないことってやっぱりある。この企業を変えるっていうことがやっぱりインパクトを最大化することだろうなと思っていて、個人でも当然例えば節電だとかいろいろやらなきゃいけないですけれども、企業が大きく変わらないと大きなインパクト。SAP でもずっと例えばサスメティのソリューションを持ってですね、お客様に提案をしてたりしたんですけれども、SAP みたいな大きな会社っていうのはですね、製品開発もグローバルで通用するようなものっていうのをじっくりこう作っていくと、コンセプトはもう本当に素晴らしいコンセプトを持ってるんですけれども、開発の体制も大きいものはあるんですけれども、すごい時間が、市場に出すのに時間がかかるというところがあって、そうするとそのまま待っていていいのかなっていうのがまずは。そこを日本のスタートアップで私が今お伝えしているようなことを考えているスタートアップがあって、日本でそういったことをスピーディーにトライできるんだったらこんなに面白いことはないなと思って、それでブーストにジョインするということを決めた。他社さんはあまり眼中なかったですか。そうですね、転職をしたくて移ってきたわけではないので、他の話を聞くとかっていうのはやらなかった。今取締役 COO としてご活躍されていらっしゃいますけれども、スタートアップを経営されている中でやりがいとか大変なこととかあると思いますけど、今実際に転職で活躍されていて振り返ってみてどうですか。大変なことって言ったらもちろんハードチームスだわけですよねやっぱり大企業から移ってきて一つはブランディングですよね、SAP っていうと企業の方に言えばもう名前は通じる、ある意味その水戸黄門の引導的なものっていうのはやっぱり伝えて、こちらに移ってくるとそういうブランディングも当然ないので、あとは当然ながらリソースがないというところがあります。お金も当然潤沢にあるわけではないので、お金も少ない、かつ社員数も少ないすると、できることっていうのが限られてくるというのがので、こういうブランディングとかリソースの制約っていうのが一番チャレンジです。一方で今度いいところっていうと、やっぱりこれはスピーディーに動けるっていうこと、SAP で先ほど言ったようにいろんな人を巻き込んでこうやっていかなきゃいけないみたいなところっていうのが本当にクイックに判断をして、明日から例えばこう変えようと思ったら無数に変えることができる、そういうスピーディーさというところと、自分たちでより良くしていくみたいなところ、そこの手触り感っていうのがすごい高いなと思っていて、実感ができますよね。そのあたりがやっぱりこう移ってきて良かったなと思います。あとは創業者で CEO の葵さんとはどういった役割分担でとか、はい、コミュニケーションとか意識されていらっしゃる点とかってありますか。葵さんの元々のバックグラウンドとして、エネルギーが元々本当に知見のある人で、最初にいた新卒で入ったコンサルティング会社でもスマートエネルギーのコンサルティングをやっていて、
そこから電力自由化のタイミングで2015年にでブーストを起業してこうやってきているというところで、まずエネルギーの知見が深いところが大きいかな。さらに本当に研究熱心なので、エネルギーのところから我々が今目指している ESG 全般のところっていうのもキャッチアップしているという状態で、そういう外部環境とかですね、規制の動向がどうなるとか、それをその企業がどういう形で適応して動いていくかみたいなところっていうのが大石さんがメインでやられているところで、それ以外オペレーションの全般を回しているというところを私がみたいな、まあ、そんな役割分担になっています。 CEO を目指していらっしゃる方も多くいらっしゃるかなと思いますので、参考になるお話だったかなと思います。では大川さん、視聴者の皆様にぜひメッセージをお願いします。気候変動、それからサスミティに変革していくっていうのは、これ待ったなしの状態だと思うんですよね。この領域に関わる人がまず増えないと、それをムーブメント起こせないと思っているので、仲間が増えるっていうのが大事だなと思うので、今日の話とかをですね、聞かれて興味持っていただけたら、ぜひコンタクトをしていただければなと思ってます。仲間を絶賛募集中です。ただ導入したい企業さんからのお問い合わせも、もうそれはもうもちろん大歓迎です、はい、ぜひ YouTube の概要欄にリンクございますので、お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。それでは本日はブーストテクノロジーズの取締役 COO の大賀様にお越しいただきました。大賀さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。